マルバネクワガタ族は、昆虫甲甲虫目クワガタムシ科に属する分類群。日本の南西諸島を北限に、東アジアからインドにわたって分布する。ツヤクワガタ族オドントラビスにまとめられることもある。オスの場合、大オガオ型では、大オオゴ全体が髪型に反り、先端付近の内葉で噛み合うようになっている。両葉型では、鬼クワガタ族のようになり、系統発生学的には、 ツヤクワガタ族だけではなく、オニクワガタ族やミヤマクワガタ族にも近いとも言われる。丸羽の名の通り上羽を含む平面型はずんぐりとしている。体色は全身が黒いものが多く、一般的には地味なイメージがあるが、全体あるいは全身のみが、褐色のものや、ツヤクワガタ族の一部のように斜めに黄色い模様がついたり、頭部脇に、 ツヤクワガタのような突起が発達する種類も存在する。判別も、全共生徒の広角が尖り方、大顎の内葉の大きさ、有無によって行う。ヤエヤママルバネクワガタのメスは、体長57ミリメートルで、日本最大。マキシムマルバネクワガタは、体長60ミリメートルを超え、クワガタムシのメスとしては、世界最大級の大きさである。 沖縄丸羽クワガタ日本では、奄美群島以南の南西諸島に生息するためか、馴染みが薄いが、最大個体は60ミリメートル以上になり、横幅もある。今日知られる分類は、水沼鉄郎の熱心な研究によるところが大きく、以前は、茶色丸羽クワガタ以外全種全野種が、縦図の丸羽クワガタとしてくくられていた。また、一般に採集されるようになったのは、沖縄が、 アメリカ合衆国から返還された1972年以降で、主に琉球大学の学生が最も早期から盛んに採集していた。ありがとうございます。